今回は DJI ポケット2でスローモーションとパノラマ写真、こちらの使い方を解説します。まずスローモーションです。起動したらこのですね、画面横へ、左へですねスワイプします。そして上にスワイプするとまずスローモーション出てきますね。これをさらに左にスワイプすると、さらにですね左にスワイプすると4倍なのか8倍なのかというのが出てきます。どちらかですね、好みの方を選択して画面を戻します。これでスローモーションのですね、撮影の準備が整いました。あとは録画ボタンを押して撮影ですね、そして録画ボタンを押して停止というふうになります。これでスローモーションの動画が撮れました。今スローモーションの4倍の、画面になっていますが、設定になっていますが、これを通常の動画に戻すのは、先ほどやったようにですね、スローモーションでさらにここで設定するので、今のここですね、スローモーションからこう動画に戻して、ここですね、動画に戻してやればこう元に戻るんですが、もうちょっと簡単な方法はどのようにやるかというと、スローモーションですね、今こうなってますね、スローモーションの、撮影をの画面ですね、そしてここでですね、この機能ボタン、これをですね1回押すと写真に戻って、もう1回押すと通常の動画に戻ります。2回押せばですね通常の動画に戻りますので、このような方法があるということを覚えておいてください。次にパノラマ写真の撮り方を解説します。今これは動画モードになっています。ここから右にスワイプして一番上ですね、パノラマというのを出します。これをさらに左にスワイプすると、パノラマの大きさですね、写真9枚を一つにつなぐか、それから水平の位置は変えずに180度、横にですね長く撮るようにするのかということなんですね。こちらの方がより広い面積を撮れるわけですね。この隣、これカウントダウン、要するにシャッターボタンを押してから何秒後に切るか、
7秒、5秒、3秒とありますね。オフはすぐに取り始めるわけです。で、じゃあ今 3×3 のカウントダウンオフということで取ってみますと、ここまで戻しますね。ボタンをシャッターボタンを押すとすぐに取り始めます。直立状態ですね。動かさないように、しておきます。あと3枚写真を撮りますね。はい、この9枚の写真を1つにするということです。今、保存をしてますね。青い点の、プレックスバーが動いているのがわかるでしょうか。あ、これで終わりましたね。じゃあもう一つやってみましょう。180度の方ですね。パノラマで180度。カウントダウンをしてみましょうか。5秒ぐらい。5秒でカウントダウン。今度は180度なので、写真は4枚なんですね。これで戻します。こうですね。はい。じゃあカウントダウンが始まりますよ。シャッターボタンを押します。5、4、3、2、1。で、写真は横方向に4枚のみですね。で、4枚を1つにして、いわゆるパノラマになります。次は通常のタイムラプス、要するに早送りに見えるですね、その撮り方まで解説したいと思います。で今、これがですね、動画に通常の動画になっていると。これを右に持っていって、スローモーションの次ですね、動画、スローモーション、タイムラプス、そしてさらに右ですね、これで通常のタイムラプスです。モーションラプスというのとハイパーラプス、要するにカメラの方も動くというのもあるんですが、ここでは通常のタイムラプスです。この状態で戻すんですね。と今この下に、10分が10秒というふうになってますね。これを変更するには、今これ10分しか撮れませんから、右に右にでさらに右にですね。そうすると間隔が何秒から長さが何分というのが出てきます。間隔が、最大でですね、何秒まであるのかな、60秒ですね。1分に1枚から長さの方は最大で5時間ということなんですね。このポケット2は、充電しながら撮影することもできるので、5時間タイムラプスで撮ることも可能です。初期値が2秒に1回ですね。それと長さが、こちら10分に、ね、なっています。あ、無限大っていうのがあるんですね。ずっと撮り続けるというのもあります。初期値はこうですね。そして、これを戻して、
撮影ボタンを押すとタイムラプスでの撮影が始まります。